栄の戦いは、紀元前279年から紀元前278年に、真の将軍白騎が総を攻め、祖の国と栄を落とした戦い。祖の同定湖の周囲の水沢地帯、長江の南や北の安陸に至るまでの広大な土地を奪取した。この戦いで、祖の国力は大損した。はた、祖は長儀によって、祖が欺かれて、以来関係が良くなかった。 遺決の戦いで、旗が対勝を得て以来、その頃女王は、旗の兄弟さを恐れ、旗に新しく重い和義を求めた。紀元前292年、その頃女王は使者を深国に送り、旗の王女をめとらせ、旗と諏訪江の両国の新しく重い幸吉みを結ばせた。それ以来、両国は優和な関係を維持してきた。紀元前285年、 旗の小女王と座いの頃女王はあてで会見し、両国の平和を誓った。紀元前283年、両国の国君は、その女王と旗の女王で会見した。紀元前281年、その頃女王は弱い弓と細い弓で、飛んでいる狩りをいる人を召し抱えた。その人は、その頃女王に、自分のいる狩りは小さいものとして、王が認めるべきものは諸侯と提言した。 その領土は四方に五千里、武装している兵は百万人の万丈の国と言い,い、ス訪江は旗を撃つことで覇者になれるとした。その頃女王は、父の海王が真に幽閉されたまま死ぬという屈辱を思い出し、旗と断交することを決定した。また各国に死者を派遣しが死の名役を締結し、旗を攻撃しようとした。真の将女王はその動きを察知し、ス訪江に出兵することを決定した。 紀元前280年、旗正柴作は、植兵を集結し、老政軍より出兵し、その建中軍を取った。その頃女王は上、伊佐夫と観光の北の土地を旗に割上した。紀元前279年、全力をもって大祖戦争を行うために、旗の将女王は、朝の慶文王とベンチで就航し、両国は一時休戦した。 英の戦いの旗の総大将白旗この当時の、スワイの国内政治は普及していた。その頃女王は国政を治めず、大臣はおごり、嫉妬し合い、功を争った。冥心が政権を掌握し、権妙な中心は、敗斥を受けた。その結果、国内の百姓心も離れ、上地は年々後輩していった。白旗は、旗素領国の形勢いを分析し、 直接その統治の中心的な地区を落とす策略を採用した。紀元前279年、数万の軍を率いて観光に沿って投下した。沿岸の重鎮を攻め取った。白騎は新軍に橋梁を排除して、船を焼き払い、帰路を断った。これは決死の戦いの覚悟を決めるためであった。祖軍は本土での戦いであり、兵は自分の家族を思い、 戦意は低かった。神軍の猛攻に反撃できず撤退した。神軍は長い距離を直入し、迅速に冠水流域の要期登場を攻め取った。その別と城へ向かった。城はその国との絵の間近であり、諏訪江は重兵を集結させ、神軍の南下を阻止した。神軍はなかなか諏訪江の防壁を抜くことができなかった。白期は 万が下水い西山ハセジじ清流向き上等の有利な条件を利用した。城の西に百里の位置に包みを築き、水を蓄え、長い川を作り城まで通した。そして、川を壊し城に水を流した。城の北東閣が開発して、城中の軍民は数十万人が遠死した。当時、城が落ち、祖人が大量に死亡したため、 白騎は罪人を謝面して領上に移した。また軍を率いて、聖領を攻め取った。紀元前278年、白騎は再維持出兵して諏訪へを攻めた。その国と栄誉を陥落させて、戦後の領母がある医療を焼き払った。兵を東に向かわせ強領に至り、その頃女王は陳への戦闘を余儀なくされた。この戦いで、旗は、 その道帝湖の周囲の水沢地帯、長江の南や北の安陸の大方の土地を占領した。そこに南軍を置き、白期は竹安君に受け封された。愛国詩人屈原は、その将来に絶望して、石を抱いて、骨羅湖に受水実殺した。英の戦いは、その国力を大損させ、旗は大戦火をあげた。紀元前277年。 旗の小女王は白旗を総大将、植軍軍主り若を副将に任命し、その府軍と県中軍を攻め取った。次年、その頃女王は、残兵十四番人を収集し、波頭軍の十五女優を奪還し、旗の攻撃を防ぐために軍に併合した。火曜の戦い後、春心君は旗の小女王に章を二将送り、旗と巣訪の交戦は、藩、義、正を壮大にするものと説いた。 春心君の懲戒のもと、旗の少女王と、諏訪江は重く新しい命を結び、急戦した。ありがとうございます。